そこの下でも銀色の宝箱あるな。何回も飛び降りていく。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、やることはクエスト。旅人クエストなんかあったんやっけ。レオバン編、いや、これはまだできてない。あ、そうよ、ツナマンベニーシャはここに報告に行かんといかんのよね。どこにいるんだ。場所、ツバイダ草原島。よし、とりあえず目印つけてツバイダ草原島行きますか。さすがにもうこれで終わりかな。はい、到着。あ、もうこのすぐ下ってことでいいんかな。ぽいよね。ん？今いたね。ちょいと待って。池じゃないわ。間違えた。違うんすよ。何？近くにお宝が。君は誰だい？あ、いたいた。ツナマンベニーシャ。40個割れたよ。私たちのバルーンはまだまだたくさんばらまいてあるのよ。私たちのお宝が欲しいなら全部で40個割ってくることね。ちょっと、40個割ってないわよね。割ったぜなんて言わないわよね。割ったぜ。本当に40個割っちゃったの？一応確かめるから待ってなさい。これはどういうことなんやろ。バルーン一個一個にさ、何かしら仕込んであったのか？じゃないと、確認しようがなくない？わかってますよ。数をチェックさせてもらいますわ。40個割れてるわ、これ。そう。ここまであなたたちが頑張るとは思わなかったわ。そんなに俺たちの持ってるお宝が欲しいんですかね。まあ。くぅ、これだけは手放したくなかったけど、嘘をつくのは嫌だからあげちゃうわ。マヤはベニーシャから報酬を受け取った。何？次。これ何？くじけの心。決してくじけぬ精神が封じ込められたハート型のアクセサリー。かわいい。しかし、半分近くのバルーンを割られてしまいましたな。ここまで来たらそろそろ私たちのライバルと認めてあげてもいいかしらね。それじゃ、あなたたちの本気を見せて。全部で60個、バルーン割ってみせなさい。そうしたらライバルと認めた証に、とっておきのお宝をあげちゃうわよ。次がラストってことかな。ってことは、あと20個ってこと？ということですよね。今までの40個も合わせるんですよね。待って、ツナマンベニーシャ。ツナマンアドベニーシャの像？欲しい。ああ、なるほどね。あと、19個だ。41割ってるんだな、今。オッケー。ニャゴスは全部終わって、ブリさんも終わった。これはアネモア編、アネモアと世界最後の記録。あ、そっか。3つの特別な宝箱や。なるほど。んで、とりあえずこのアギトの森の歯に乗る箱、これを完了したんよね。青の箱。砂漠の高き岩山の箱。緑の箱ね。氷雪の下に埋もれる箱。赤の箱。でも多分このアギトじゃなくって、どれやったんかな？多分、結構前に、あ、動画に載っとるかどうかわからんけど、結構前に、なんか初めての鍵手に入れたぐらいのタイミングで、何かしろ色付きの宝箱を見つけとったんやけど、それがどこか覚えてないよね。でも埋もれてなかった気がするけん。砂漠の方かな？メインは？メインクエ。竜玉の迷宮か。なるほどね。次はもう竜玉の迷宮に行く感じなんすね。なるほど。
なんかあのマークついてるやつは何？なんかこっちの方に。これか。あ、なるほどね。ギガンテスを駅員として紹介しようとブラドコーツを渡そう。ふんふんふん。ブラドコーツ今いっぱいあるけんさ、いけるんやないん。どうかな。参道前の駅に移動しよう。一旦ちょっと一番近い駅に移動して、あの一番上の、レイザン？あ、この駅開放しようや。よーし、行きますか。どっちの方向だ？こっちか。じゃあ普通に降りてったらいいかな。で、こっちやね。ちゃんと道なりに行こうぜ。あ、そういえばさっきのところも宝箱マーク出とったけど、結局そういえば見つけてなかったね。何？敵？ん、なんか若干スピード上がった気がする。気のせいかな。え、こんなに走りよったっけ？え、これなら普通に速いと思うんやけど、こんな走りよった前から。ああ、お宝を掘り出したい。なんか前までさ、なんかダッシュ使ってもそんなにダッシュしてなくないみたいな感じやった気がするけど、気のせいか？これはなんだろう。なんだあれ。よくわからないぞ。あ、そういえばさ、あの、派遣？派遣のやつでさ、あの、一箇所というか、あの大成功あって、あの、キャラクターの像をね、ゲットしたんよ。え、なんてやつやったっけ？アギトの像やったっけ？いや、だからさっきのクエスト名に引っ張られてるかもしれん。でもなんかそんな感じの名前やったはず。なんかね、違う。あ、運んでいるお宝とかも出とんや、ここに。へえ。まあ、何かはわからんみたいやけど。トレジャー。一歩ずつです。総額アップです。でね、お宝リスト、トレジャー。なんかね、おじさんやったんよ、おじさん。ん？どこだ？いねえぞ。え、いなくない？ジャンクか？あ、あったあった。これこれ。アギロやった。アギロの像。これこれ。仲間思いで頑固な運転士の像。これね、ドラクエ9の。星空の守り人。あれの列車運転士よるおじさん。よいしょ、行くぜ。ゴーゴーゴー。なんかめっちゃ毒に侵されてるんですけど、やだわー。なんかここの下でも銀色の宝箱あるな。何回も飛び降りていく。やったぜ。ん、なんか賢者っぽい感じがするぞ。多分賢者の像じゃないか。ちょっと待って、一旦下に下ろして。ワクワク。ワクワク。はい。オッケー。守って私を。よいしょ、オッケー。怖い、なんかめっちゃ怖いんですけど。これも像っぽいけど、何の像だ？ポーズ的に、多分、女キャラよね。なんか若干、くねっとしとったけん。え、でもね、なんか盗賊っぽい感じ？わからん。なんか女盗賊っぽい感じがした。これでちょっと、あ、こっちこっち。やめてよ。あれ、そういえばかかっとった毒は回復したの？あ、なんか近いっぽいけど、お宝！
待って、お宝だお宝だ。ちょ、こっちに攻撃コン用にして。おいおい、よし、オッケー。うわ、すげー、剣だ剣だ。なんやろ、なんの剣、なんて言うんやっけあれ、わからんわからん。え、ここもうギガンテスは紹介した後なんやっけ。もうあとブラドコーツ渡すだけかな。それならいいんだけども、ギガンテスもって言われたらちょっと困るな。え、行きたよ。エキボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。ギガンテス駅員として、あ、今からか。はい、送り出します。どうぞ。よし、つか両方揃ってから報告しようと思いよったんかな。はい、ブラドコーツぴったり5個か、もっとあるかと思った。はあ、これでこの駅も復旧だ。やったよ、ここまで来るのね。わざわざ歩くのめんどくさいなって思うよったよね。レーザーの駅が復旧し、行き先として選べるようになった。島の端っこの方やしね。よし、駅が復旧したぜ。あそこは何？あ、報告しに行かんといかんのか。あのメインの駅かな。どこやねん。ここか。イムレンに報告しに行こう。湿原の駅に行こうぜ。ってことで、ここから。これで、じゃあもう、ツバイド草原島は全部、解放できたってことよね。よきよき。あ、どうも。ツバイド草原島にある駅を全部復旧してくれたみたいじゃない。駅が復旧したのを知ったら、ガイゾンさんも喜んでくれるかしらね。ガイゾンさんっていうのはね、うちのカンパニーの創立者のことなの。伝説の財宝王と同じ時期に活躍した人で、一代で竜の鉄道カンパニーを立ち上げたの。でもね、ある時宝島がどこかに消えちゃうっていう大事件があって、龍脈の活動が弱まった上にブラドコーツも取れなくなって大変だったらしいのよ。社員のみんなで頑張ったんだけど、ついに列車も動かせなくなったらしくてね。ガイゾンさんは失意のうちにどこかへいなくなってしまったのだとか。その後何代か社長が変わってカンパニーの立て直しを図ったんだけど、結局カンパニーは潰れちゃって、駅も荒れ放題になってたってわけ。あら、神器臭い話になっちゃったわ。あなたにお礼をしなくちゃね。つまらないものだけど、受け取って。マヤは車掌イムレンから報酬を受け取った。ビッグブラドコーツ？竜の鉄道カンパニーの列車の動力源となるブラドコーツに敬意を表して作られたオブジェ、オブジェ。ソーサラーリゾットの上級レシピ。MP が自動で大きく回復するワイトキング族の好物料理か食堂で作れる上級のレシピ。これなんか仲間にできるやつあるかな、この料理で。ツバイド草原島の駅を全て復旧したことで、この島の地図が全開放された。他の島にもまだ復旧していない駅が残ってるなら、そっちも頼めるかしら。私からはもうお礼を出せないけれど、何かのついででいいからね。了解です。さーて、これでもうツバイザ草原島は全開放できたわけだね。じゃあお宝持って帰ろう。あ、へー、死ぬー死ぬよー、ありがとう、回復してくれて。どんなお宝かな。これは見たことない。構えるの、そう、15万。羊区長で仕事をこなす錬金釜の像。初めてのお宝だぜ。僧侶の像3、その2、15万。神の力を借りて傷ついた人々を癒す聖職者の像。いいじゃん。お、やっぱ盗賊やった、合ってる盗賊の像3、その2、15万。狙ったお宝は絶対逃がさない素早さと器用さに長けたものの像。あれ何やった？一番最後のやつ。あ、傷ありから備品。
めっちゃ上がったやん。やったね。まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。前は鑑定して宝物庫に移すことにした。やったぜ。くじけぬ心。330万。そしていいビッグブラッドクォーツ、おお、465万。めっちゃやん。団員の誰かが知らぬ間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いてくれたようだ。ありがとな。あざす。さあだいぶじゃない。いい感じですね。ほらほら、めっちゃ上がったよ。来た来た。うわ、でも全然やな。増え方全然やな。あと1個？あと1個ですか？調子はいかがです。とりあえずこれお宝をゲットできた。やった。オッケーオッケー。変化があるぞ。でさ、一応新しいレシピをゲットしたけん、ちょいと解放しに行きますか。どうも。新しいことがありそうですよ。食堂。新メニューがあるわよ。新メニュー、これか。墓場のソーサラーリゾット。またで、なんかさ、私が仲間にしたかったやつが、シャレコか。応募が来てます。あ、ほらほらほら、あの料理やないん。ほら、墓場のソーサラーリゾット。しかし玄魔石がない。玄魔石がないんすよ。え、これあれよね、どこやった、あのクフィ砂漠島。ないんすよね、これが。んで、他に加入させれそうなのは、なんか最初の方のがいっぱいあるけど、その辺はまあいらないんで。さて。OK。よく来たな。派遣だな。もう戻ってこれるところがある。ふう、やっと帰れた。玄魔石はこれでは獲得できんのかな、派遣では。びっくりトマト。行き先はどこだ。どこも低いな。テイリア氷雪島に行きますか。いい、出発だ。一丁行ってみるか。で、もう一箇所。成功だ。ここが全部低くね。ちょっと待って。行き先はどこだ。待って待って。あ、ここ玄魔石あるやん。いい、ここにする。ちゃんと拾って帰ってきて、玄魔石。取って帰ってきて。よしよし。さあ、それじゃあ挑んでみますか。流玉の迷宮。ふう、いけるかな。あ、そっか、ここでは飛べんのやっけ。めっちゃ飛んで下に降りようと思ったのに。もう一気に下まで降りたいんですけどね、いちいち。上がってくるのは一瞬で上がってくれるけどさ、降りるの一瞬じゃないんよね。そこがちょっとめんどくさい。こんな？めちゃくちゃ深いな。あ、でもここはまだか。ということは、ここの前の段階。ここってことか。合ってます？
流玉の迷宮 B4 階の旅の扉に入りますか。適正レベルは40。適正レベル40いけるか、行ってみるしか。その適正レベルの40を超えとる子が2人しかおらんけど、行くしかないよね。はーい、頑張ろうぜ。でい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 、この辺はね全然大丈夫。ひー、オッケー。急になんか平和の音楽流れ出したんかと思った。違うのか。よし、いけいけいけい。ロマンゲージが溜まった分。お、ロマンゲージ、とりあえずロマンゲージはボス系まで置いておこう。みんな強いじゃん。シャドウパンサーコインゲット。え、ルーム10まであるよね。へえ。待って、怖い。回復回復、なんかめちゃくちゃカメラ目線で回復回復。よし、オッケー。ああ怖いよ。ちょ、先にちょっと今のメルダーかと思った。違うのか。キラーマシンコインゲット。いけい。よいしょ、ランドのレベルがアップ。お、宝箱、一番右のに行く。シャドウコイン、はい、ルーム6。ひー、なに、どこ行って、ってってって、なんなの、地下に潜ったの。ロマンゲージが溜まった分。やめてよ。お、でもいい感じ。いけいけ、よいしょ、オッケー。なに、いつの間になんかやられてるじゃねえか。え、いつの間にお亡くなりになってたの。全然気づかなかったんですけど。お、ルーム7でメタル助かる、メタル助かる。あ、待って、私の、あ、やられてしまっては終わりだ。あ、やった、レベルアップ、イエーイ。誰かやっつけてくれたんね。おっしゃおっしゃ、レベルアップめっちゃするやん。ちょ、攻撃を加えられる前に逃げないでね。逃げんなよ。ここの子たちも逃げるんやっけ。どこの子たちだろうが逃げるかな、メタルは。え、びっくりした、死んだかと思った。やめてよ。よし。いや、ここでめちゃくちゃみんなレベル上がったね。あ、もうあれよ、全員推奨レベル超えたよ。一気に超えたよ、ここで。ん、ルーム8。氷の力が満ちていく。仲間たちはコールドフォースになった。いつもこれいまいちよくわからんねやけど。手の中に閉じ込めるのはやめてくださいね。めっちゃ嬉しいんですけど。メタル2連チャン。え、これはもうあれだね、ルーム10のボス倒したいね、ちゃんと一発で。じゃないとさ、おー、レベルアップ。今のは逃げたのか、やっつけたんか。やっつけたんやな、きっと。うわーい。うわーい。え、多分さ、私、ここに入った時、レベル38やった気がするけん。え、もうここに、ね、
流玉の迷宮入ってきてからレベル4つも上がったよ。強敵の気配がする旅の扉に入りましょう。あ、ちょっと浮かれすぎて全然みんなの体力見てなかったわ。自分の体力しか。大丈夫かみんな。いける？なんか目がカメレオンっぽい感じ。エリマキトカゲ？わからない。いろんな要素が。ご宝珠ベレニスク。今あれか、ロマン技のロマンゲージ全部溜まっとんか。間違えた。いけい。ハイパーブラスター。どれが一番効くかな。わからん。キングブリザード。あ、でもみんななんかあれかな、氷をまとってやってきとるってことは、これが一番効くんか。いや、差をあまり感じない。よくわからない。ギガブレイク。ふむ、全くわからぬ。まあ、一応また、弱点は、胸に光る玉ということでよろしいんすかね。なんかさっきから押しつぶされとるようで全然ん？なんか攻撃力そんなに高くない感じ？そんなわけはない？一応今攻撃できたね。あ、気絶させた。あ、これで狙えばいいんやん、遠くからね。え、弱点。あ、待って、弾がねえ。間違えた。弾を切り替えさせてくれ。トゲトゲ弾。よし、これで。ほら、これで遠くから狙えばよくね。気絶したとき。いてててててて。あ、そうそう。ロマン技を使おうと思ったんよ。いけ。ハイパーブラスター。いや、でも、なんやろ。前の敵に比べて、前の敵っていうか、この竜玉の迷宮じゃなくて普通にご宝珠倒しに行った時のやつかな。あ、またロマンゲージ溜まった。なんかあれに比べたら全然マシな気がする。いけ。何より向こうのダメージがそんなに、向こうのダメージというかこっちへのダメージがそんなに高くない気がする。いや、分からん。まだ相手が本気出してないだけかもしれん。そういうパターンかもしれない。でもランドが若干やられ、お、姿消したぞ。あそこか。よいしょ。え、これはさ、あれなの？何？この弾で狙ったことによって気絶させれたってことなの。また弾が超トゲトゲだ。お、これだいぶ減らせれよるよね。はい、もう遠くから弾を当てることができないんですが、あの状態異常にさせる弾とそれぐらいしかないんですけど、あと味方のパワーアップ系。メルダーがやられたよ。メルダーさっきもやられてなかった。ちょっと防御力しっかりして。ギガブレイクってことはあれだな、キングスライムのロマン技が一番効かんわけやね。おお、ギリ。え、待って、クラウンがやられてるんですが。来たー。いやー、超助かる。でもって今さ、私ちょっとマジック、待って、仲間がみんな痛いね。早く、いやー、あ、消えた消えた消えた。どこ、あれだ。ちょっと待って、弾切り替えでメラ。よし、そろそろじゃない、もう
しかもほら、めっちゃダメージ与えれる。多分相手氷属性やけん、炎いいんやな。うっしゅー。結構楽にやっつけれたね。よかった。ご宝珠、ベレニュスクをやっつけた。まあ、仲間は全滅してるんですけど。イエーイ、レベルアップ。やった、マヤ、流玉の迷宮に入ってきてめちゃくちゃレベル上がったよ。え、4つぐらいレベル上がったよね。やば。イエーイ。え、4つどころじゃない？いや、4つぐらいか。手強い相手だった。本当に勝ててよかったブ。きっといつもの石板があるはず。まや、宝箱を開けてみるブ。分かった。これ最後のやつよね。この地こそが世界の中心である。どこだよ。読んでみたけど、これってどういうことブ？何何？あれ？え？え？そのものがあるんですけど。心の流石を手に入れた。え？全部集まった？ここが中心、あじ、え団の拠点が中心ってこと？世界の。だから何？おいおい、これって7つの流石じゃないか。やったな、マヤ。心の流石か。ここまでも潜ってきたのが報われたな。そうね、みんな頑張ったわ。思えばこの迷宮も苦労したわね。今回の迷宮そんなに苦労せんかったよ。だね。世界の中心がここみたいだし、きっとここが流玉の迷宮のゴールだブ。もしかしてこれで7つの流石も全部集まったんじゃ。集まったね。あ、そうよ、揃ったわ。とにかくこっから出た方がいいわね。うんうん。マヤたちは旅の扉のダンジョンを後にした。やったブー。7つの流石が全部集まった。これでこの大地にやってきた目的もようやく果たされるブ。マヤもこれまで頑張ってくれたブ。こう見えても感謝しているブ。それじゃ。さて、他の7つの流石は宝物庫にあるから本部に帰ってトマソンに報告するブ。心の流石、中に光る核が封じられた不思議な石。核からは生命の鼓動を感じる。